では今までのを踏まえて、実践形式でやってみたいと思います。それではお願いします。うん、いいですね。一番最初にニアの選手がまずパワーを持って入るというところを意識していきましょう。はい、行きましょう。ナイスゴール。まあそういうこともあります。まあでもここでパワーを持ってみんなが入るからやっぱキーパーもこちらサイド来るからね。だからここに来なかったら今のボールっていうのは普通にキーパーボールになるから、ここの選手の入り方すごく大事だと思う。行きましょう。うん、OK。 まあ今こうニアの入りって言ってるけど、一番こう分かりやすい、なんでニアが大事か、ニアの選手がやっぱりこう、ちょっとじゃあ変わってくれる、ニアの選手が動くからディフェンスの選手はやっぱ前に入れたくないんでポジション変わるよね。そうすることでやっぱこういう空いてきたスペースっていうのができると思う。こういうところをちょっともう一人の人っていうのはうまく意識しながら使っていきましょう。で同じやっぱゴールに入っていくのもそうだけど、やっぱニアの選手パワー持って入る、その空いたスペースっていうところには必ずやっぱチャンス来ると思う。そういうところもちょっと意識していきましょう。わあ、グッド、ナイス、こぼれ球、ほら、ここです、今のところで、シュート打った終わりじゃない、シュート打った後に次こぼれるっていうのをいかに意識して動くかっていうのが大事ね。入るまで、動き直す、ナイスキーパー。さあ、行きましょう。おー、いい入り、さあグッド。いいね。全部が同じように同じスピードでいくと相手のディフェンスっていうのもずるずる下がるからね、自分たちがプレーできるエリアはちょっと考えて作っていきましょう。はい、行きましょう。おー、いいね。ちゃんと今ほらニアの選手がシュートするときちょっとこぼれの意識を持ってちゃんと入ってきてる、こういうのすごく大事よ。やっぱ一本こうシュート打つ、でももしそれがすれて自分のところにっていう思いを持ってこのエリア入ってくるのすごく大事なこと。行きましょう、行きましょう。もう、あー、危ない、 OK。 そうだね、今自分ところを越えたボールがシュートを打つ、シュートを打ったボールがもう一回跳ね返るところっていうのを意識して今ちょっと動き出して、そういうのすごく大事です。いいですね。さあ行きましょう。最後入るまで動きを止めないね。やっぱこのゴールエリアのこの辺っていうのは動き直すということでチャンスって また膨らむからね。ディフェンスは大丈夫です、しっかり守備意識、点を取られないように行きましょう。じゃあはい、行きましょう。最高。よー、グッド、ナイスボール、ナイスシュー。それでは逆サイド行ってみましょう。お願いします。うん、 OK。まあ、ここでキーパー入ってくるボールの前にやっぱこう常にニアのところを行ってほしいですね。ここにパワーを持って入る、はい、そこを意識していきましょう。うん、よー、ナイス、ナイスボールに、ナイスニア。サイドのカバーもちゃんとほらこぼれ球意識していってるっていうところもね、みんなで最後押し込む、はい、そういう気持ちは素晴らしい。行きましょう。ディフェンダーも頑張りましょう。さあ、一本行きましょうか。まだ左一本しか入ってない。あるね。
はい、OK。今のも、まあ、相手がクリアはしたけど、逆サイド行きました。ね。もう、自分のところでもう通り過ぎたから終わりじゃなくて、最後までやっぱりこう、ゴールへの意識を持ってポジションを変えるっていうのも、このエリアすごく大事だからね。だから自分のところを超えて終わりじゃなくて、その次っていうところも今みたいに意識をしとけば、もう一回反応できるかもしれない。まあ、そこも含めて、ニアでパワーを持って、合わなくてももう一回次っていうところも、ちょっと意識をしながらやっていきましょう。はい、行きましょう。OK。おお、グッド。ナイスシュート、ナイスボール。じゃあちょっと一本迫力を持ってキーパーに向かってくる速いボールが来る、もうそれぐらいの意識を持って一人飛び込んでいきましょう。ちょっとパワーを持っていって一回行ってみましょう。はい、行こう。うわー、グッド。あるね。さあそこだ、そこだ。ミス、シュートのところにミスは必ずあるからね、そこで終わらずもう最後まで最後まで空振りしてももう一回蹴ったら二度蹴りです。行きましょう。ナイスボール、ナイスボール。あー、グッド。ナイスシュート。うん、ね、なかなかやっぱプレッシャーかかるよね。でもやっぱりここあんまり最初に出したからってすぐもう入って、あまり早く入りすぎるとここのスペースがなくなるから、ちょっとあの蹴る方も窮屈やと思うから、できれば少しこう時間を作ってあげるっていうのも大事かもしれないね。あまり早く入りすぎると逆にここが窮屈になると出しにくいと思うから、いきましょう。ある、あら、そこだね。何度かこうミスはあるけど、その後の切り替えれるかどうかでもう一回チャンスつなげれるからね。行ってみましょう。うわ、ナイス。まあでもよくほら前が潰れた後のところもすごくカバー入ってね、まあ、こういうのすごく大事やつ、大事やすって。行きましょう。サイポン。オーケー、オッケーです。ナイスシュート、ナイスディフェンス、ナイスキーパー、ナイスボール。